こんにちは、制限です。今回は久しぶりにメスティン炊き込みご飯やってみたいと思います。自分の昔の動画でよく、メスティン炊き込みご飯っていうシリーズものっぽくやってたんですけども、久しぶりにやってみたいと思います。で、今回はですね、メスティンと言いながら、クッカーはお気に入りのアルミクッカーでやりたいと思います。プラス熱源も昔はポケットストーブに固形燃料でやってたんですけど、今回はガスでやってみたいと思います。それでは早速、久しぶりですけどやっていきたいと思います。じゃあまずクッカーなんですけれども、まあアルミクッカーとメスティンではなくアルミクッカー、私のお気に入りの、アルミクッカーでやっていきたいと思います。それがこちらですね。このブルーアルマイト加工されたこのアルミコヘルでやっていきます。これちょうどいいですね。あの蒸し器としても使えそうですね。いい感じ。じゃあで熱源は今回はこちら、P15 さんガスですね。昔はですね、先ほど冒頭で話したんですけれども、こんな感じのポケットストーブの中に固形燃料入れて、あれはあれですごくいいんですよ。ちょうど20分ぐらい持って、半自動炊飯的な感じでやれてたんですけども、今回はちょっとガスで、ちょっと新しい試みでやってみたいと思います。まあ自分そういえば、そうです、ガスでやるっていうの初めてかもしれない。初めてではないかな、ちょっと全然記憶がないぐらいですね。よくやってたのは、まあ、固形燃料かもしくはアルコールストーブでやってたような記憶があるので、ガスは初めてに近いかもしれない。おそらく初めてな気はします。ということで、今回はこのアルミクッカーと、シングルバーナーガスで、炊き込みご飯、メスティン炊き込みご飯やっていきたいと思います。で、メスティン炊き込みご飯やっていくんですけども、私の中でまあちょっとしたルールを設けてやってたんですけれども、それがメスティン炊き込みご飯の材料は一品だけ、まあ、調味料も一つだけという形でやってたんですね。で、今回はですね、こちらを使いたいと思います。じゃんと缶詰、こちらは、駿河のサバを、油で漬けたものの缶詰らしいです。で、こちらは、仲良くしてくださってる、和の人さんからいただいたもので、こちらを使ってメスティン炊き込みご飯作っていきたいと思うんですけども、こっちの方にちょっとペッパーの絵が見えるので、今回はこちらを使ってやっていきたいと思います。はい、では早速やっていきたいと思います。このクッカー2つあるんですけども、おそらく大きい方が良さそうなので、大きい方の方でやっていきます。で、給水したご飯、あの米は用意しておいたので、そちらを入れていきます。はい、こんな感じ。ちょっと水を入れた方がいいかな。まあ自分は固めのご飯が好きなので、これくらいでもいいような気がするんですけど、ちょっと水を足します。こんくらいかな。で、主役の缶詰、サバ燻製油漬けフレークっていうふうに書いてますね。炊き込みにしたらもったいないかな。こんな感じですね。じゃあ開けますと、あ、美味しそう。ちょっとそのままいただいてみますね。
ということで、これでこちらを贅沢に全部入れちゃいます。で、話が変わるんですけど、この P15 さんやっぱ優秀ですね。いろんな登山やられてる方に愛されるだけあって、まあ火力もそうなんですけど、この十字ごとく風に強い、この十字ごとくが素晴らしいですね。結構風が吹いてる中、風防なしでやるんですけども、まあ優秀です。素晴らしいなと思っています。ちょっと話し忘れましたけど、弱火でやっていきたい。20分ぐらいですかね。様子見ながらやっていきます。じゃあセッティングと時間、まあいいか、大体20分ぐらい、まあこれくらいの弱火で、ちょっと弱い方がいいかな。これくらいで、まあちょっとずつ様子見ながらやっていきます。ということで、20分後、炊けたら蒸していただきたいと思います。それでは後ほど。はい、そろそろ20分なので火を止めます。やっぱいいっすね、この P15 さん火力も調整も非常に楽です。ということで、蒸し工程に、昔は蒸したりとかはしなかったんですけど、せっかく、まあ、ちょうどいいこのお気に入りの、クッカーバッグもあるので、10分くらいですかね、蒸し工程やります。ということで、また10分待ちたいと思います。はい、そろそろ10分以上経ったので開けてみたいと思います。じゃないですか、完璧な雰囲気が。ああいいっすね。焦げも、下の方の焦げはほぼなしですね。焦げなし、うん、あ、ちょうどいい感じのお焦げもできてます。完成です。
久しぶりのメスティン炊き込みご飯。今回はサバの燻製ですね。サバの油、サバ燻製ということでいただきたいと思います。じゃあいただきます。醤油とか垂らしたいですね、自分的には。このままでも全然美味しいです。薄味の方は多分これがいいんでしょうね。まあ自分はちょっと醤油とか垂らしてみたい感じが、ということで、まあいきなりルールからちょっとずれちゃいますけど、醤油、ちょっとだけ、ということでちょい足し醤油いただきます。改めて。うまっ。全然自分はやっぱりちょっと醤油入れた方が美味しいですね。いやいいっすね。やっぱ久しぶりに、メスティン炊き込みご飯。まあメスティンではないですけど、昔やってたいろいろ記憶が思い出しますね。キャンプでもほとんどご飯を炊くことはなかったので、またやってもいいですね、キャンプ中に。大体キャンプは出来合いのご飯を使うか、パンだったりするので。うまい。思い返すと、結構、なんて言うんでしょう。いまいちかなと思ったけど意外と美味しかったのが、覚えてるのがしば漬けですね。しば漬けを入れると、なんでしょう、しそっていうか梅の風味で、美味しかった記憶があります。あと香味シャンタンとか、その辺も美味しかった記憶がありますね。基本的に、自分は濃い味が好きなので、濃い味系の、ペーストとか入れると美味しくなった記憶があります。ということで今回久しぶりにやってみました。メスティンじゃないですけど、このクッカー非常に使いやすかったです。クッカー、メスティンより深いので吹きこぼれっていうことが一切なかったので非常に簡単でした。プラスこのP153、超火力、火力調整が非常に楽で、とろ火ぐらいでやれたので、じっくり20分ぐらいやれた、焦げもなく、大成功だったと思います。久しぶりのメスティン炊き込みということで、あとはゆっくり食べたいと思います。それでは久しぶりのメスティン炊き込みご飯大成功でした。それでは、せいげんでした。ありがとうございました。また。